ついなくなったんだが、もう終わりかい。あ、待って、みんな必中の剣だ。待って、持って帰りたい。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ強いのになった。ちょっと待ってくれ、必中の剣、しかもプラス2だ。へえ、持って帰りたいけどヒットポイント4なんだけど、死んだらこれ全ロスします。装備すると攻撃力が上がるぞ。必ず攻撃に命中するぞ。剣の強さはでも4なんだ。昨日使ってたやつとかね、6だったからね。まあ、どっかでちょっと回復しないと。やばい、全然足が。神父様?初めて出てきた神父。こんこい。おお、迷える子羊よ。何をお望みでしょう。もう一回帰りたい。あ、お金ない。おめえ金取んのかよ。ちょっと神父だったら無料だろうが、普通さ、教会は。何、50字やれば帰れる。待って、必中の剣欲しいよね。50字、ちょっとここは聖域に守られてるとかそういう感じある？ない。よし、一回帰るわ。一回地上に戻る。またもう身一つで来よう。なんじゃこれ、ちょっともう、神父現れるようになったの、めちゃめちゃいいじゃん。ゲーム中断しても意味がない。あ、避けろー。よっ、逃げれるの？無理しないでね。無理は一個もしてないのに。下がってもさ、結局死ぬじゃん。下がれるの？こよりは。1対2なんてしたくなかったけど。したくなかったけど、だって、下がれるかわかんなかったんだもん。下がっても結局挟み撃ちになって死んだりするから。幽霊は必ず追っかけてくるわけではない。マジか。それは知らんでよ。知識が手に入ったわ。なるほどね。なんだお前、急に出てくんな。やばいよ、レベル上がったけど、もう経験値じゃねえわ。ヒットポイントがないよ。あ、盾だ。あー、三日月の盾。こよりが昨日ロスってものすごい大きな声を上げた三日月の盾じゃないですか。それに杖を振るといい。杖振る。ねえ！反射したんですけど、振るとよくないじゃん。バカが。なるほどね。でも分かったわ。そういうことか。これ斜め、ん？斜めだと入射角的に斜めで。当たるんじゃない？そうやって使うってことか。敵に対してギミックとして使うってことなんかな。ねえ、めっちゃあるんだけど。殺しに来てる。殺しには来てないのか。はあ！みんな！なんだ！いいやつ！おお、まあ、ロスってもそんなには苦しみがない。ちょうどいいぐらいなんじゃないですか？プラス3とかでもいいよ！まあ。え、でも5上がるもんな。必中ではないけど、必中の剣より威力が高い。え、調子良くない？いい。順調。これクリアあるな。2回目にしてクリアあるよ。間違えました。あ、やばい。自分、ヤフーン！え？バシルールじゃなくてワープ使われたんですけど。何それ、危な。パンダー！待って、もうこいつに使っちゃおう。危ないから投げる。危なすぎるわ。
でもあれさ、地雷と同じ爆発の仕方なんだよね。あれ？アイテム消えたんだけどー！アイテムって爆発で消えるの？知らなかった！あー、学び学び！さっき消えた杖の回、あ、ホイミの杖いいやん！これ、振らないように気をつけなきゃだよね、多分。自分に使うんよな。え？違うの？自分に使えねえの？待て待て待て、モンスターのヒットポイントを回復させてしまうぞ。え？わかった！水晶でやるんだ！水晶でホイミするんだ、これ！うわー！こやり天才！ちょっといっぱい敵おるし、ちょうど今あるかな。もったいないけど、しとこう。オーケー、完全回復！ナイス！なんかめっちゃおるんだけど。え？さよなら。まずい！まずい！まずい！まずいなー！ワープありがとう！ひゃーまいや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 、なんだあの待ち受けドルイド。待ち受けてやがる。あそこで必ずワープさせられるんだけど。もう下がろう。ここはドルイドがいるだけ。下がろう。待て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 。敵が強くなってますよと、しかも2匹いますよと、これ囲まれるね。ま、逃げるとしたら、とりあえず下？あ、え？やばい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 、やばい、あ、待ってー、変化の杖、何アイテムのとは違うね。何に変化すんのおめえ。モンスターを別のモンスターに変身させられるぞ、これ。これさ、あれじゃない？こよりにさ、こよりに変身させらんないの、これ。変化の杖。ブルー！あー！え、これ！あ、ウケる。あれ、もしかしてこれ。あ、でも剣の強さと盾の強さ。うわぁ！道具使えない。仲間だよね。あ、あ！うわぁ！攻撃されない！え、飛んでるから床も滑らない。でもちょっと邪魔。邪魔なんだけど。ちょ、邪魔なんですけど。あ、いなくなった。もしかして僕たちモンスター仲間じゃないですか。え、ちょっと、あ、戻った。バレたー。はにゃー、ねえ、まずい、みんな物化すればよかった。ねえ、にゃー、バカだよ。妖剣かまいたちさ、攻撃力そんなに強くないんだよね、確か。うわ、5000円の剣だ。3だ。全方向3個に当たるって言うけど全方向3に振ることないんだよな。囲まれちゃうもんな。待って、持って帰りたい気持ちとせめぎ合い。うわー、これだってめっちゃいいものいっぱい持ってるよ、今。帰ってもいいなー。お家帰る、お家帰って。
になれる多分今日。帰ろう。はい、50ぐらいあげる。金もあるしな。よし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 。あ、剣だ。なーに。本望か。回復しよう。はい。また？あれ？で、なんで後ろに投げたの？ちょっと待って、それもう犬でしょ。小百合のこと犬だって見抜いてるでしょ。ほら拾ってこいよ、ワンワンみたいなさ。はい、拾います。ありがとうございます。オンに来ます。地に落ちてたパン美味しい。美味しいわ、美味しいわ。屈辱の味がする。落ちたパン美味しいね。あいつ許さねえ。この屈辱の味は覚えてるからな、ずっと。次に会った時覚えてろよ。何？どうやって使うんだろう。モンスターが少しの間トルネコの身代わりになるぞ。優しいじゃん。これめっちゃ良さそうやな。大部屋にするとわかる。まあ確かにまだ大部屋使ったことないからな。はぁ、大部屋金縛り。なるほどね。大部屋金縛りね。オッケー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 。ほいみほいみほいみ。まずい、後ろから来てる。前回仲間呼ぶなよ。こっし、やばいやばい、ちょっとめっちゃ来てる。仲間呼んでねえのに仲間来てる。呼べよ。身代わりや。学びだ。これも学びだ。ラリホを持って。